皆さん、こんにちは。日本の元皇族、アメリカ合衆国ニューヨーク州の弁護士の眞子さん。アメリカで極秘出産の真相や暴露されたヤバい性癖に言葉を失う、今日は眞子さんのことについて紹介します。まずは、眞子さんの経歴とプロフィールから紹介します。小室眞子は、日本の元皇族、アメリカ合衆国ニューヨーク州の弁護士。小室系の妻、勲等は法官大受賞。なお、眞子の誠の字は、本来は人名漢字の誠の目の部分の重線を下に伸ばし、下の王線とつなげた字であるが、便宜上、人名漢字の誠と表記する。皇籍離脱前の御位は内親王で、皇室典範における継承は殿下、旧名、眞子内親王、母院は貴公茨であった。秋篠宮文仁親王と同妃典子の第一女子、金城天皇は叔父に、黒田清子は叔母にあたる、妹に加古内親王、弟に悠仁親王がいる、上皇と上皇后美智子の初孫、皇族時代の住居は、東京都港区元赤坂の赤坂御用地内にある秋篠宮邸、改修工事に伴い、2019年2月から結婚まで、御家宮所、二両親及び妹邸と仮住まいしていた。1991年10月23日、宮内庁病院にて誕生。同日、試験の儀。この時に父方祖父の第125代天皇明仁から授けられた守り刀は、重要無形文化財保持者に認定された住谷清峰の作。天皇明仁と皇后美智子にとって初孫であった。同年10月29日、命名の儀が執り行われ、父秋篠宮文仁親王により眞子と名付けられる。この名は天性のものを失わず、自然に飾ることなく、ありのままに人生を歩む願いを込めて命名された。1998年4月、学習院初等科入学。その後、学習院女子中高等科に進学。この間、2005年頃からは日本国内を中心として両親の公務、接見に同行同座することが多くなり、最年長の内親王として国民の前に姿を現す機会も増えていた。高校時代のあだ名は、まこしい。2006年8月3日から16日までの夏休み期間中、オーストリアのウィーンでホームステイをした。ホームステイ先は、母方の祖父、川島達彦の仕事仲間だったオーストリア人の家。かねてより美術や建築に関心があり、美術館やシュテファン大聖堂やシェーンブルン宮殿などの建築物を見学した。2006年には父文仁親王の三重県訪問に同行して、伊勢神宮式年遷宮の行事川引きを視察、自ら行事に参加した。高等科在学中の2008年からは単独公務も開始している。日本産科婦人科学会によれば、35歳以上の初産は高齢出産である。皇室としては類例を見ない結婚から1年、小室圭さんは3度目にしてようやく試験合格を勝ち取り、ニューヨーク州の弁護士のスタートラインに立った。経済基盤の安定の目処が立ったので、いよいよ本格的に子供のことを考えたい。10月に揃って31歳の誕生日を迎えた小室さんと眞子さんが、そう決断するのは自然なことだろう。二人は少し前から妊活を意識していたようだ。今春、通院する眞子さんの姿や、病院付近にいる小室さん夫婦の姿が何度も目撃されている。眞子さんが足しげく通うのは、二人の住む高級マンションから車で十数分のところにあり、きめ細やかなメンタルケアに定評がある産婦人科です。メンタルケアもさることながら、分娩の技術も確かで、ニューヨークでは最高峰といえる産婦人科ではないでしょうか。アメリカでは妊娠中と出産時では別の病院にかかることが多いという。アメリカの出産事情に詳しい産婦人科医が解説する。日本のように妊娠中から出産までのケアを一貫して担当してくれる産婦人科ばかりではありません。妊娠中は日本でいうところの開業医のようなところにかかり、陣痛が始まると主治医が提携している大きな病院に行って出産することが多いです。眞子さんの通っているところのように、
妊娠中から出産までのサポートが完備されている産婦人科は非常に珍しいと言えます。手厚い分、料金は高くつきます。実は眞子さんには日本に心強い相談相手がいるという愛育病院の名誉院長で、産婦人科医として多くの実績がある足立智子氏だ。彼女の存在にスポットが当たったのは、眞子さん第一子の鍵を握るジョイだった足立氏が極秘渡米し、現地で複数回眞子さんと接触し、妊娠や出産に関するアドバイスを授けたというものでした。時期はくしくも眞子さんが産婦人科で目撃され始めたのと同じ今春以降です。しかも足立氏は典子様が悠仁さまを出産された際の医療チームに入っていました。眞子さんがいよいよ妊活に本腰を入れたのでしょう。愛育病院は聖ルカ国際病院、山王病院、東京都港区と並び、セレブ産院の御三家と呼ばれてきた。長い歴史を誇る動院は、出産初日から母子同室が進められるなど、スパルタなことでも知られる、動員と皇室との縁は深く、運営元の恩師財団母子愛育会は、昭和天皇が上皇陛下のご誕生を記念して創立された団体だ。高円宮妃久子様は動員で3人の女王を出産され、三女の森彩子さんも、第一子、第二子を出産している。中でも動員とのつながりが強いのは長男悠仁さまを出産され、前述の運営団体の総裁を務められている典子さまだという。2006年41年ぶりの男性皇族ご誕生という大きなプレッシャーがかかる中、典子さまご出産のチームを率いたのは主治医を務めていた動員の中林正雄院長。チームには産婦人科部長だった足立氏も加わっていた。万全を期し、動員のチームは何度も秋篠宮邸を訪れたそうです。典子さまは全幅の信頼を置かれていました。眞子さんと佳子さまも予防接種や定期検診のほか、風邪をひいた時などにも動員に通っていました。中でも足立医師は同性ですから、相談しやすいこともあったのではないでしょうか。初めての妊娠、出産には不安がつきものである。まして眞子さんの場合は異国の地だ。彼女の頭に妊活の2文字が浮かんだ時、真っ先に思い出したのが足立氏の存在だったのかもしれない。総領事館には小室家担当のスタッフがいると言われています。元皇族の眞子さんにふさわしい日本人の産婦人科医の候補を挙げるとなると、秋篠宮家のお抱えである足立氏に白羽の矢が立つのは当然と言えるでしょう。元皇族の眞子さんの出産となれば、万全のサポート体制が敷かれるのだろう。総領事館はさらにリサーチを進めているという。足立さんの拠点はあくまで日本ですから、長期間そばにいてもらうのは難しいのでしょう。そこで総領事館は信頼できるアメリカの産婦人科医にも接触を図ったそうです。例えば幾度も VIP の日本人の出産に関わった経験もある A 氏、積極的に講演活動も行うアグレッシブな人物です。スポーツ好きな一面もあり、とてもフランクな人柄が好かれていますよ。勤務先も眞子さんの通う産婦人科とほど近いそうです。相談役の足立氏と A 氏のようなアメリカの産婦人科医を極秘出産チームとして据え、日米両面から全面バックアップをするため、総領事館は死力を尽くしているのでしょう。最高峰の産婦人科に通院し、足立氏を日本から呼び寄せ、さらにアメリカの産婦人科医にも協力を要請、出産に至るまでに一体どれほどの巨額費用が注ぎ込まれるのだろうか。アメリカの採用する出生地主義にのっとれば、眞子さんがアメリカで出産するとなると、子はアメリカと日本の二重国籍になる。ただし日本の現行法では20歳までにどちらかの国籍を選ばなければならない。アメリカ国籍を選択すれば永住が可能です。また子が21歳になると、その親も永住権を得る資格が与えられます。永住権があればビザの問題を気にすることなく好きな仕事に就ける。世界最高峰のメトロポリタン美術館に就労を希望しているという眞子さんにとってはまさに理想的な制度ではないでしょうか。
果たして費用はどのくらいかかるものなのだろうか。ちなみに厚生労働省によると、日本の2021年度の正常分娩の平均費用は自費で約47万円。そのほとんどは国が定めた出産育児一時金の制度によりカバーできる。眞子さんの通っているような産婦人科で出産する場合の予算は、現在のレートだと通常分娩なら検診込みで220万円、帝王切開となると300万円が目安でしょうか。それに加えてオプションの料金も発生するでしょう。例えばセキュリティ万全の VIP 病室に泊まったり、極秘出産チームに特別に動いてもらったりと、眞子さんの出産にはあまたの必要経費が発生するはずです。小室さんは合格を手にした、確かに年収は上がるのだろうが、それだけで出産費用は賄えるのだろうか。アメリカでは親の国籍はどうあれ、アメリカで出産した子供は無条件に市民権が与えられる出生地主義が取られており、子供が21歳になるとその親も米国永住権を獲得できる権利が生まれる。両親に米永住権をもたらす赤ん坊はアンカーベイビーと呼ばれている。しかしその制度を悪用し、妊娠中にアメリカに入国して出産する中国人をはじめとした外国人が増えたため、トランプ政権下で妊婦のビザ発給のルールが厳格化されることとなった。もしかしたら小室夫妻はこのアンカーベイビー作戦も視野に入れている可能性もありそうだ。結婚以前から米国籍を取得した場合の眞子さんの子供は日米の交流の架け橋になるのではと期待されていた。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。